北朝鮮が今朝早く、東部のウォンサン付近から日本海に向け、飛翔体2発を発射しました。した韓国軍は北朝鮮が午前5時半過ぎに、東部のウォンサン付近から飛翔体2発を日本海に向けて相次いで発射したと発表しました。飛距離はおよそ430キロで、弾道ミサイルかどうかなどについて分析を進めるとともに、 追加の発射に備え警戒しているということです北朝鮮は5月4日と9日にも新型とみられる短距離弾道ミサイルなどを発射していましたまた防衛省関係者によると日本の安全保障に直ちに影響を与える事態ではなく船舶や航空機の被害の情報は入っていないとのことです日本政府は情報収集や日本近海の 警戒監視活動に万全を期す方針です。